こんにちは、スプルチキコです。本日はスペインで一般的によく食べられている朝食のパンコントマテの食べ方についてご紹介したいと思います。まずはガーリックの皮を剥きます。そしてそれをパンにこすりつけます。パンの表面が硬いのでよくガーリックが削られます。その後はオリーブオイルをかけます。そしてトマトを潰したものですね、こちらを上にのせます。バーによってはスライスしたトマトを出してくれるところもあります。そして塩を少し振ります。これで出来上がります。私がよく食べるのはまず半分に切って、それからまた半分にして、そしていただきます。とっても美味しいです。